さんどうも、ニュキッド登場、キノコでございます。はい、今日は私がずっとやりたかった企画をご紹介したいと思います。それがもう見えてるんだけど、こちらドドローン、はい、ニット祭りです。これただのニットじゃないんです。私がずっと集め続けてきた古着のニットたちです。今日は私の持っているニットコレクションをご紹介させてください。では早速いきましょう。レッツラーゴー。では早速紹介していきたいと思います。1着目、こちらです。ババーン。こちらがね、クージー風ニットになります。クージー風ニット、古着だとね、クージーニットと呼ばれるものがあるんですけど、それのクージー風といったものになります。クージーのアイテムだとね、ここにクージーって書いていたりするんですけど、すごく私はこの色味に一目惚れして購入しました。1万円いかなかった、5、6000ぐらいだったんじゃないかな。2着目、はい、こちらがですね、モヘアニットでございます。はい、一応ウールが入っているアイテムなんですけど、この黒のリブがね、詰まっているのと、このデザインに一目惚れして買っちゃいました。これもともとメンズのアイテムなんですけど、可愛いと思って買っちゃいました。去年買った、これ7000ぐらいとかだった。はい、で3着目です。これ結構前に買ったやつだな。はい、こちらもね、クルーネックニットですね。首元が結構詰まっておりまして、だいぶゆったりした形のニットです。黒とかシンプルなアイテムってあんまり私古着で買ったりしなかったんだけど、この時多分めちゃくちゃ古着のダボっとしたやつが欲しいと思って買ったんだろうなって思う。そしてこちら、タタン、これトミーフィルフィガーのニットです。これはね、私のび太のコスプレをするためにメルカリで買った。そう、あ、すごいタグのとこがもうちょっと切れてしまっているんですけど、そうなんです。トミーフィルフィガー。結構このタイプだと、あのネイビーとか、あとベージュとかもすごく大人気ですよね。結構後でまた着てみますね。次はね、私今年これはみんなに買ってほしいっていうか、私が今すごいずっと着てるアイテムなんですけど、はい。こちらがフィッシャーマンニット、まあランニットとも言うかな。結構最近人気ですよね。もともとフィッシャーマンニットって漁師さんとかがね、ずっと着てたニットになるんですけど、柄によってね、全然意味が違ったりします。そう、これこの柄もね、なんかアラーニットとかフィッシャーマンニットとかいろいろと名前があるんですけど、なんかその由来とかも勉強してみると面白いなと思います。あとはやっぱりこのゆったり感、このお袖のもたつき感がすごい好きですね。これ1枚でね、すごいすっぽりと体を包んでくれるからおすすめ。で、最後、ちょっとね、以前紹介したんですけど、GU で。これが本当のノルディックニットになります。古着ならではっていうのがすごい肉厚があるんですよね。めっちゃ分厚い。で、目がやっぱり細かい上に頑丈なんですよね、ウールなの。ギュッて詰まってるので、とても暖かいんです。なのですごく1枚持ってると主になるのでめちゃおすすめ。っていうことでね、いろいろ紹介したんですけど、実際によかったら着てみたいと思います。では早速どうぞ。はい、1つ目がこちらのノルディックニットです。着てみるとこんな感じ。以前私 GU で着たやつよりもめっちゃダボっとしてますよね。で、肉厚がすごいんです。デザインもめちゃくちゃ可愛くてめっちゃたっぽりしています。まあ、これはね、本当にあのウール苦手な方とかはもしかしたら GU とかの方がいいかもしれませんが、基本的に 100% ウールのものが多いです。古着になると1枚でもめちゃくちゃで、ね、デザインとして主張がありますよね。実際にね、ちょっと見ていただきたいんですけど、前、横、後ろ、そして手を広げるとこんな感じです。はい、まあ、こういうのだと結構デニムジャケットとかでも普通に合うんですけど、個人的には1枚で着てもらった方がいいかもしれません。もし中に何かを着るのであれば、ヒートテックとかを、厚いやつを着てもらって、その上から着てあげることによって、やっぱりね、ちょっと中にこう 着てしまうと着膨れが起きちゃうんですよね。なので1枚で着てあげることがすごくベストかなとすごく思います。では2着目に行きます。はい、次にこちらです。フィッシャーマンニットになります。これもね、結構すごいタプタプしています。シルエットが前、横、後ろ、
手を広げるとこんな感じ。もうね、見て、お手てんとこめっちゃタプタプやねん。ほんまにもう肉厚がすごい。でも意外にね、ノルディックニットと比べると目と目の間がすごく細かいから、ちょっとね、風が入りやすいかも。なので下は何か着た方がいいかもしれませんね。で、私はすごいこのニットに一番今年やってみたいなと思ってるのが、またちょっとアウター類のね、紹介もしたいなと思ってるんですけど、私のお気に入りのこちらのライナーコートとか使ってもいいかなと思います。ちなみにオーバーオールとかもすごく相性がいいですし、結構メンズの方とかだと細身のボトムス、ウールのボトムスとかで合わせて1枚で着てもらってもおしゃれかなと思います。では次、はい、次がこちらです。トミーフィルフィガーのニット、シルエットが前、横、後ろ、そして手を広げておく感じ。黄色って言ってもね、めちゃくちゃ黄色いっていうよりかはだいぶ濃いめの色だから、すごいこう発色がいい色ではないかも。ちょっと暗めです。ちなみに私はこれでこういう感じにしてね、襟つけてのび太くーんやってましたそうなの、今ちょっと前髪ね流してるんだけど、もともとパッツンでね、のび太をやっていました。はい、まあでもこういうのとかだとタートルネック入れてもいいかもしれませんね。めちゃくちゃお気に入りのこちらはニットですね。何年前から使ってるよ。でもこれ 4,5 年ぐらい前からじゃん。はい、次はこちらです。どうですか、ドシンプルな黒のニットになります。ちょっと今毛玉がすごいんであんまりビッグシルエットできないんですけど、意外にシンプルなアイテムほど古着で集めてみるのはおすすめです。やっぱりなんかまあ、首寄るっていうのはあんまみんな好きじゃないかもしれないですけど、いい感じに味が出るんですよね。あとはなんかみんなと被らないっていうのもあるし、意外にやっぱサイズ感がすごくみんな好きなサイズ感なんじゃないかなと思う。ダボっとしていておしゃれですね。だいぶ意外にこれベルトとか締めてねやってもいいんですけど、インして少しタプッとした感覚を出してみても可愛いのかなとは思いますね。では次、はい、次がこちらのニットです。どう、1枚ですごい主張的じゃないはい、こちらね、本当にデザインがめちゃくちゃ主張しておりますが、首がね詰まってることでだらしなく見えないんですよね。ただ一つデメリットなのは、これ結構中に着るもの限られてきます。というのも首が詰まっていることで結構膨張して見える可能性があるんですよ。肩幅気にされたりとかする方とかは。なのでちょっと一回こういうのは試着していただいた方がいいかもしれません。でも意外にめっちゃ短く着て細身のボトムスボーンって履いたら、もちろん肩はもしかしたら若干気になるかもしれませんが、そっちに主張がいくので、デザインとかにあんまりなんか体のシルエット云々っていう感じにはならないのかなとは思う。でもこのね、本当にデザインが可愛いし、あと色の配色がすごい好きだったんですよね。はい、では次、はい、ラストはこちらのクージー風ニットになります。すごいよね、すごい主張だよもう目がね、まっきゃっきゃになる。これは本当に、でもね、見てシルエットが可愛いの、前、横、後ろ、そして手を広げるとこんな感じなんですけども、私はすごいこれを1枚でいつも着て、この中に黒のねタートルネック入れて真冬過ごしていました。これだったら結構メンズとかでもね、ゆるっと1枚で着てスキニーとかでもいいと思うし、おすすめかなって思う。はい、っていう感じで結構ニットをいろいろとご紹介させていただいたんですけど、いかがでしたでしょうか。今回は古着がメインでご紹介したんですけど、実は次は古着じゃなくてサラギのニットをご紹介していきたいと思います。でもね、私の中では結構やっぱニットは古着で探した方が楽しいと思う。というのもやっぱデザインもそうだし、シルエットもそうだし、人と被らないんですよね。もちろんなんかチャンピオンとかトミーフィルフィガーとかラルフローレンとか、なんかもう本当に王道のものとかはもしかしたら被るかもしれない、色もね。でもやっぱり意外にクージーとか、あとさっきみたいなモヘアのニットとかはそこまで被らないと思います。結構全然違ったりするので、なんかそれを探すのが私は古着の醍醐味なのかなと思います。秋冬はね、めちゃくちゃ楽しい季節なので、よかったらやってみてください。はい、っていうことで今日もご視聴ありがとうございました。これからね、ニットのコーディネートとか、あとなんだ、そのサラギのね、私がずっと使っているニットの話とかお伝えできたらいいかなって思います。ということで今日は私のお気に入りの古着のニットたちをご紹介させていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは、バイバイ。